さまこんにちは。ホスピタリティコンサルタントの田坂光彦です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです、新シリーズ仕事に役立つホスピタリティの心得その4、お客様のしてほしいことに、気づけるようになるです。この動画を最後までご覧いただくと、自分が仕事に向き合う上で自分がどんな思考を持ちどんな行動をすることで自分の成長や楽しさ仕事のやりがいや喜びにつながるかが分かりますので、最後までぜひご覧いただき、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、今日の仕事に役立つホスピタリティの心得は、お客様のしてほしいことを気づけるようになるということですね。サービス業の多くは接客が伴います。その接客によってですね、お客様はこの店をまた利用したいかしたくないかだけではなく、あなたからまたこのサービスを受けたいか、あるいはですね、あなたから買いたいかという感情をあなたの接客を通じて決めているということなんです。そのようなですね、あなたが選ばれる接客をするにはですね、以前からこのチャンネルでもお伝えしているように、マニュアル通りの接客をしていればいいということではなくて、目の前のお客様が望んでいることを察して、そのお客様に応じた接客サービスを提供する必要があるんです。それがですね、相手への貢献をベースとしたホスピタリティの考え方です。このようなですね、お客様が望んでいることを察する力をですね、私はお客様のしてほしいことを感じて察する力、すなわち観察力と呼んでいます。それではどのようにすればですね、目の前のお客様がしてほしいことに気づけるようになる、この観察力を磨けるのでしょうか。私はよく研修でですね、受講生の皆さんの現状の観察力を調べるワークを実施しています。それはですね、自分がこれまで受けたサービスの中で嬉しかったサービスと不快なサービスを3分間で10個上げてくださいというワークなんですね。なぜこのようなワークをするかといえば、私たちはですね、日々さまざまな接客サービスを受けています。例えばコンビニエンスストアもそうです。コーヒーショップ、スーパーマーケット、ドラッグストア、居酒屋、レストラン、携帯ショップ、美容院など、もう上げればキリがないほど私たちは接客を受けているわけですね。これらを、私たちはですね、顧客体験と呼びますが、この日々の顧客体験で接客サービスというものに興味関心を持って、自分の接客サービスにこれらの体験を取り入れようと普段から意識をしているのか、それともですね、仕事以外ではそのような意識はなくて、なんとなく日々を過ごしているのかではですね、1日2日では大した差にはなりませんが、1年後、5年後、10年経つと大きな差を生むことになるんです。実際にですね、これらのワークを実施するとですね、同じ職場で、しかも同じ接客をしている仲間同士でもですね、10個かける人と1個もかけない人がいるわけなんです。そして10個かける方というのはですね、やっぱり接客をしている現場をですね、私が見てもですね、やっぱりお客様をよく観察して、お客様のしてほしいことに気づいて、プラスアルファの素晴らしい良い接客を提供されています。一方で1個もかけない方もですね、決して仕事を手を抜いているわけではないんですね。しかしお客様を見る力、そしてお客様がしてほしいことを察する力、そしてプラスアルファの接客サービスを提供する力が、やっぱり先ほど10個かけた方に比べるとやっぱりですね、圧倒的に弱いということは否めないんですね。そういう私も、前職では地方のホテルに勤めておりましたけれども、入社した際に先輩からよく言われたのが、いやー、暗さがいいか、自腹で顧客体験いっぱいしてくれよというアドバイスだったわけですね。このようなアドバイスをもとにですね、私は休みの日も、できるだけですね、家にいるのではなくて積極的に外に出かけて顧客体験することを心がけました。例えばですね、東京に外資系のホテルがオープンしたと聞けばですね、高速バスに乗って3時間かけてですね、もう安月給ではとてもですね、食事なんかできないですけども、1杯1500円のコーヒーをですね、もう勇気を振り絞って利用したりしました。でもこれらの体験がですね、私の今の肥やしになっていることは間違いがないんですね。それでは
お客様がしてほしい接客サービスとは、どのようなことを言うんでしょうか。先ほどですね、3分間ワークから出てくる回答を見ればですね、そのヒントがたくさんあるんですね。例えば嬉しかったサービスの例でいけば、美容院に行った時に、例えば、美容師さんですね、雑談の中で今度旅行に行くんだという話をですね、した時に、次にまた利用した際に、あ、そういえば何々さん旅行行ったんだよねっていうことを覚えていてくれた、気にかけてくれたっていうことがですね、とても、自分たちは嬉しかったというような事例だったりだとか、あと、銀行でですね、混んでいる時にですね、待たされた時に、自分の順番が来て窓口に行った時に、行員の窓口の行員さんがですね、大変お待たせいたしましたと心を込めて、言ってくれたことだったりとかですね、初めて行ったドラッグストアで、シャンプーを買おうとした時にですね、売り場を探していたら、どちらかお探しですかと店員の方が声をかけてくれたなんてことがあるわけですね。一方、不快なサービスというのは、例えばですね、もう通勤のもう定期券を買う際にですね、窓口に並んで自分の順番がやっと回ってきたけども、逆にですね、先ほどは逆にその窓口のスタッフの方からですね、お待たせいたしましたの一言もなかったとかですね、あるいはコンビニエンスストアを利用した際にお釣りを渡される際に上から小銭を渡す落とされるように渡されたとかですね、あと病院にお見舞いに行った際に病棟で看護師さんとすれ違った際にもう目を合わさず無視された気分だったみたいなことが上がるわけですね。こういった事例を見てるとですね、なんか共通してることがいくつかあります。で、ですね、一つ、ポイントとしてはですね、嬉しかったサービスというのはですね、そんなにすごいことをしてもらったということではなくてですね、ちょっとした気遣いやプラスアルファの一言があるといった、このちょっとしたことがあるかな、ないかなんだということ、あともう一つは、嬉しかったサービスと不快なサービスっていうのは本当に紙一重なんだということなんですね。先ほどの例でもですね、お待たせいたしましたの一言があればですね、嬉しいサービスになり、なければ今度不快なサービスになってしまう、本当紙一重なんだということになるんです。このようなことはですね、すぐにこうすれば明日からあなたはお客様のしてほしいことに気づけるようになるといったですね、ノウハウなんていうのはですね、ないんですね。つまり日々観察力を磨く努力を積み重ねているかどうかで、あなたの接客は変わってくるということなんです。そして私たちは、航空会社の CA さんでもですね、ディズニーのキャストでも、コンビニのスタッフでも、介護福祉士でもですね、どんなサービス業でも接客が伴う以上、接客のプロフェッショナルでなければなりません。したがって私たちは日頃からですね、接客サービス興味関心を持って、感性のアンテナを立てて、顧客体験を多くすることを意識することが大切なんです。そして顧客体験で得た嬉しいサービス、あるいは不快なサービスを自分の接客サービス の引き出しに入れて、嬉しいサービスはお客様に積極的にして差し上げる、あるいは不快なサービスは絶対にしないといった、それを自分自身の接客サービスで生かすこと、そしてそれを日々積み重ねることが、結果的にお客様がしてほしいことに気づけるということにつながります。ホスピタリティの心得その4、接客サービスに日頃から興味関心を持ち、日々の顧客体験で観察力を磨くべし。はい、いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われる方はぜひ高評価ボタンをお願いします。またこのチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、ぜひチャンネル登録もお忘れなく。そしてザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の新刊著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、PHP 研究所から発刊されております。こちらもですね、概要欄に詳細は、記載しておりますので、そちらもご覧いただきたいと思います。それではですね、最後に今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。